どうも、CRS の福本小明です。お願いします。お願いします。お願いします。今日はですね、はい、これベレーノさんのウインカーバルブと、はい、ブレーキランプの LED の玉です。ほう、ほう。なんかまたなんか1000ルーメンと1200ルーメン、そう、明るいやつですね。そうなんですよ。先日ね、先日って言ってもちょっと前なんですけど、まっちゃんがバック級やってましたね。はい、それのウインカーバルブバージョンとブレーキランプバージョン出ましたんで、はい、こっちの方を紹介していけたらなと思っております。では早速、取り付けの方やっていきたいなと思うんですけど、はい、まあ、テールランプ2箇所ありますんで、片方はノーマル、片方は両方ウインカーバルブに交換してっていう作業をやっていきたいと思います。作業の方完了しました。はい、はい、ものの5分パターンぐらいかな。やっぱすぐ交換できますね。そうそう、テールランプのネジ2つ外してもらって、はい、じゃあテールランプコンコンってきたらスコって抜けるんで、でバルブ、ごめんなさい、プラスマイナスあるんで向きだけちゃんと、つかない場合は逆に入れたら大体つくっていう形になります。はい、はい、ちなみにこれなんか気づけ、4型テールランプ。いや、それもそうやねんけど、はい、ウインカーを LED にしたら何が必要でしょう。抵抗です。その通り、よう知ってる。はい、あのウインカーバルブ抵抗内蔵なんですよ。ということはもう差し替えだけで、OK、その通り。おお、すごくない、まあ、楽ですよね。楽ね。普通やったらプラスマイナスに抵抗をかまして、それをボディにペタンと貼り付けてハイフラーチカチカチカチってなるのを、はい、まあ、防ぐっていう形になるんですけど、バルブにソルト入ったの。交換、素人の方でもね、それやったらすぐできますよね。その通り、うん、はい、ですんで今交換終わったんで、ちょっと見比べてもらうために一回電気をしますね。はい、はい、はい、真っ暗です。消しましたね。消しましたね。じゃあちょっと早速、はい、ウインカーやっていきますか。まずウインカーから、はい、お願いします。はい、OK です。うわ、これめっちゃちゃいますね。すごくない？見られるよ、直視で。ねえ、すごい。これ動画でも伝わりますね。あ、ほんと。これラクサブコンか。はい、こっち来て、後ろで。うわ、やっぱこれフォグと一緒で、うん、散り方がすごい広いし、うん、高さも上がるし。そうそうそう。だってちなみにこれここにピッてやったら、あれがノーマルバルかな。ま、ノーマルバル、はい。これだってなんか動かしてるか。そうですね。これです。あー、もうなんか一個だけでも十分ですね。十分やな。うん、下、下すごい、下が照らされてるのと、うん、その正面がすごいですね。そうや、こっちだったらそんなに、これ、もう一回こっちか、そうか、ほら、あんのこれで、壁見たらでも全然そうや。で、これね、そのまま外すじゃないですか、そっちの方。おー、あれ、うん、すごいな、明るい。これがまずウィンカーですよね。はい、じゃあ、ほんなら次、ブレーキ行きましょうか。はい、続きまして、こちら、ブレーキランプ。ブレーキランプって言ってもな、草くんな、はい、今スモールつけてるだけやから。あ、これスモールなんですか。うん、めっちゃ明るいですね、これも。めちゃくちゃ明るくない？しかもこれ、床見たらまた。じゃあもうね、全然。全然違う。うわ、これがスモールやったら、普通に踏んだら、もっと明るんちゃいます？そうやな。踏んでもらっていいですか？おう、行くで。
わ、すごいな、すごい、すごいっすね、すごいっすね。え、これ下見て、下、下と横の壁まで行ってません？そうやな、えげつないな。純正の方なんか全然ね、やっぱ横にも散らないし。わあ、やっぱこれすごい明るいですね。すごいな、ちょっと俺も見たいな。すごいな。うん、だってこの時点でこの横の角つけもね、ちょうど真ん中止めてるけど車は。そうですね、うん、これがここがすごかったよ。そうですね、そこっすね。いや、これは本当にいいですね。ね、うん、うん、やっぱこれ夜とかやったらね、やっぱ安全にもなるし。そう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 、高速道路とかでもね、前に車がいますよっていうのをパッと見てわかるし、そう、ウィンカー出したら明るいからね。そう、うん、ちょっと低い車後ろで着いたら、うわーってなるかもしれないな。ブレーキ読まれたらね。本当に、うん、これ純正テールランプにされてる方、本当にこのバルブおすすめですね。そうですね、うん、これちなみに車のベースはデラックスの3型なんですよ。はい、 DX の3型、はい、それに対して4型スーパー GL の純正テールランプがついてるんですけど、はい、これはこれですごいおしゃれですよね。僕ものすごい好きなスタイル、これ、うん、うん、いや、ほんまこっち側でブレーキ踏んでるみたいな感じか。そうですね、なあ、これはこれです。まあ、それがルーメンってやつですね。そう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 、発光力がすごい強い。そう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 、うん、いやー、これはいいね。いいですね。はい、はい、ようやく電気もついて今元の状態に戻ってるんですけど、はい、めっちゃ明るかったよね。めちゃめちゃ明るかったっすね。やっぱ全部明るいですね。ホグとかね、うん、ハイビームとかも今まで紹介したバックキューとかも ね、全部明るいね、うん、ですので純正テールをつけたがる方、ここは純正テールがいいねと言われる方、中の玉だけでも LED に変えられたら、またその夜と昼間と全然雰囲気は変わりますし、はい、なおかつ、ま、テール外すのネジ2本、なおかつ抵抗をつけてもらう必要もないんで、お気軽に取り付けできるんで、はいはい、ぜひぜひおすすめなんで、うん、ま、ブレーキランプ、ウインカーバルブ、ちょっとこちらの方に金額はえ乗ってるかなというところなんで、はい、はい、ですので商品自体の在庫もございますので、お気軽にお問い合わせいただけたらなと思います。これは店舗と通販両方でも購入はできる？もちろんです、もちろんです。はい、ですのでお気軽にお問い合わせいただければ商品、ぜひぜひ、いや俺つけたことないね、いや私もつけたことないね、僕もつけたことないねっていう方、ぜひぜひネジ2本でスッって取れるんで、うん、お試しいただけたらなと思います。そうですね、はい、今回はベレーノの、ブレーキ級とウィンカー級のご紹介ということですね。ちょっと考えました。そうです、ブレーキ級とウィンカーバルブのご紹介でした。はい、はい、ありがとうございます。